トゥーハート298回目、羽崎リオちゃんルート前回からの続きです。お花大好き羽崎さん、お花が好きというよりもお花の香りが好きなのかな。ポプリ、あ、この選択肢はね、ごめんねサーリアン、ごめんね、一応選ぶしかないんだ、申し訳ねえ、大丈夫、サーリアンにはマーリアンがいるから。はい、これで週が変わって月曜日です。今日は会えるかな。やっぱメガネっ子いいね、表情のわからないあのメガネ。トゥーハート的に考えるとメガネっ子って星野さんがいて、ユマか、星野さんユマに次ぐ3人目のメガネっ子ってことでいいのかな。他にいたっけ、あれ外してるよ、図書室。前回もね1回だけチラッと外してくれたけど、今日本格的に外してんじゃん。こんな立ち絵まであるんだ。これ別人じゃないよね。これ羽崎さんだよね。よし行こう、図書室にいるんだ。今日は図書室にやってきたぞ。と言っても目当てがあってのことではないけど、むしろ目当ての本が図書室には置いていないと言った方が正しいな。最近公共の図書館にはベストセラーから漫画まで置いてあることが多いけど、それはそれで良いのか悪いのか微妙なところがあるな。あれ、あそこの書館にいる女子はなんとなく見覚えがある。もうちょっとで思い出しそうなんだけど、思い出せないということで思い出した。羽崎だ、とても失礼なことを言ったな俺。どうやら本を探しているようだけど、おーい、と遠くから読んだだけじゃダメだな、ここは図書室なんだし、話しかけるならこっちから近づかなくちゃいけない。そもそも図書室で話をすること自体があまり褒められたことではない。羽崎の姿が書棚の向こうに消える。そっちの方なら少し話すくらいだったら大丈夫かな、迷惑になるかもという考えが脳裏をよぎったが、ここは最近のいろいろ合わせて好奇心の方が勝る。メガネしてないのかな今日。俺は彼女の足取りを追った。羽崎はすぐに見つかった。ジャングルじゃあるまいし、図書室程度の広さでそうそう行き違うこともないだろうが、彼女がしきりに書棚を見上げていることも理由の一つではあった。あれ、まさか。声をかけようとして普段とは違うところに気がついた。それは羽崎美代の身に起こっているささやかながらも大きな変化だった。おほほほ、メガネしてない。へえ、あ、この子ってさ、糸目キャラなのかな。ずっと目を閉じてる感じになんの羽崎さん。へえ、印象違うね。でもメガネないだけでね。なんでメガネしてない、もしかして昨日の放課後、あ、昨日じゃないか、この前の放課後の時にメガネない外したらみたいなことを高坊が言ったから、それっすか原因。たまたま背後から近づくことになり、羽崎は不意を打たれたように身をすくめた。そこにいたのが俺だからではない、多分そう願いたい。ごめん、驚かせた。河野くん、かわいい。いいな、この今までこういう糸目キャラもいそうでいなかったですよね。羽崎は気まずそうに目を伏せる。メガネ外したんだ、うなずいたまま、うつむいたま小さくうなずく。元から大して悪くなかったから。じゃあなんでしてたんや。今日一日同じ教室にいながら気づかなかった、俺も俺だ。そうだよね、クラスメイトなんだよね。いや、クラスメイトの一体何人がそのことに気がついたのだろう。そのことでまた羽崎が傷ついているんじゃないかと思うと、言い出しっぺの俺としては責任を感じてしまう。何の本を探しているの。でも髪型とかさ、よく見るとおしゃれだよね。三つ編みというか編み込んであったり、なんていうの、あのアクセサリーがついてたり、よく見るとしっかりおしゃれさんなんだよ。何の本を探しているの。これ以上メガネのことに触れられたら逃げられそうな気がして、俺は別の話を振った。彼女が持っている本をチラ見する。編み物の本。あ、編み物。あ、編み物って髪の毛じゃないよ。編み物なんか作んのかなと言いつつ、一瞬見えた背拍子はポプリに関するもののようだった。ポプリのことばかりと思われたくなかったのかな。羽崎って女の子らしいよね。いいなこの表情が。
あれ急にしおれた。一応女だから。俺の言い方がまずかった。慌てて訂正する。ごめん、そういう意味じゃなかったんだけど。気まずさが肩結びのように絡み合っていく。ああ、ポプリの本ならそのあたりにあるんじゃないかな。沈んだ空気に気づかないふりをして話を元の軌道に戻す。ポプリじゃない。あいみょのね、うん、それじゃない。いいなあ。いいなあ、この子。髪を下ろしたりして、あ、どんどんこう見た目が変わっていくのかな、この子。どうなんだろう。本はすぐそば、書棚の上の方だ。だが彼女は顎を上げて見つめているだけだった。どうやら手が届かないようだ。手伝うよ。大丈夫、なんとかするから。メガネっ子に本を取ってあげるってさ、すごい星名さん的だよね。まあ今日はメガネじゃないけどさ。そう言い残して羽先はどこかへ行ってしまう。なんとかするってどうするんだ。すぐそこにいる俺に言えばすぐ話なのに、そうはしない。彼女は意外と他人の行為には頼らない。遠慮深いというか、他人から借りっぱなしになるのが嫌なのか、保健室ですぐさまサシェを押し付けてきたのもきっとそんなところだろう。律儀というか不器用というか。羽崎が戻ってこない間、俺は書棚を見上げる。今俺が取ったら怒るだろうな。まあ、何の気なしに指を伸ばしかけたところで、すでに羽崎がそこにいることに気がついた。さっきと逆だ。いや、勝手に取ろうとしたわけじゃなくて、届くかどうか試してただけで。そこ避けて。はい。羽崎は持ってきた踏み台を書棚の前に置いた。彼女の身長がみるみる伸びて俺を追い抜かす。さすが文明の力、素晴らしい。でも何か違うような気がする。困った時でも自分一人で問題を解決する。そのせいで周りも彼女を頼りづらくなっているのだと思うが、それで失敗しないというのも大したものだ。あら、座りの踏み込み台が音を立てて揺れる。慌てて手を差し伸べるが、羽崎は倒れてこない。ずり落ちそうになりながらも書棚にしがみついている。大丈夫、大丈夫だから。こんな時でも大丈夫大丈夫なんだ。やっぱり失敗しない。支える気満々だった俺としてはちょっと寂しい気もするけど。羽崎は目当ての本をより低い棚に置き、踏み台の下の段に向けて後ろ向きにつま先を伸ばす。踏み台は相変わらず安定しない。平気、なんでもないから。先に釘を刺された。でも見ているこっちは気が気でない。ハラハラしながら見守る中、羽崎はロデオマシンのような踏み台にも順応する。しかしそれは平たい床に対しての慣れを失うことでもあった。すっ転んじゃった。支える暇もなかった。気がつくと彼女は床にうつ伏せになっていた。まるで巨大な手のひらによって叩き潰されたみたいだ。これ CG 出ないかな、見たいね。一瞬のことは分からなかったが、どうやら顔からいったようだった。ないか CG。 大丈夫、羽崎さん、ごめん、俺ずっと羽崎さんって言ってたけど、正しくは羽崎あれどっちだっけ。前回さ、真中が羽崎って言ってた気がするんだけど、羽崎わかんねえ。わかんねえから曖昧な感じで読むわ。羽崎さん。思わず名前を呼んだのは意識の確認が必要に思えたから。羽崎はまだ床に伸びている。震える指が床をつまむように動く。そんな風には大抵到底見えない。頭に深刻なダメージがないことを確かめてから、彼女の手を取って助け起こす。やはり顔を打ったようで、額が少し赤くなっていた。あとおでこも。いや、でもこれメガネかけてなくてよかったね。メガネかけてたら危なかったよ、ガシャッと言って。あれ、鼻は、羽崎さん、あ、なんか頬が赤くなってる。あ、顎も、鼻も赤くなってんのかなこれ。いいね、細かく作られてんね。くっ、笑っちゃダメだ。でも鼻だけ無事なんて、鼻だけ無事。まるで少女漫画の主人公だろう。そう思った途端、耐えきれなくなった。プー、あ、しまった。
みるみる眉間にシワが寄る。彼女も俺が吹いた理由に気づいたようだ。いやほら、少女漫画の主人公みたいだなって。少女漫画の主人公って花無事なの？いや、その、ちょっとわかんないな、例えが。すかさず入れた言い訳も効果はなさそうだ。彼女は無言で床に散らばった本を拾い集める。ちょっと近寄りがたい背中だった。それが済むとそのまま歩いていこうとする。失敗してもこうやって一人で何とかするから目立たなくなるんだよな。ころこけても泣かないのは彼女らしいとは思うけど、姉崎の後ろ姿を見送るうちに視界に赤いものが見えてきた。血だ。それはわずかだが、彼女の膝からふくらはぎにかけて伝い落ちている。膝？打ったのは顔だけではなかったんだ。ちょっと姉崎さん、これは逆に今度は看病してあげる保健室に連れてってあげるのがいいんじゃない？驚いて振り返る姉崎の手を思わず掴む。血が出てるって。とにかく保健室に行こう。前にもこんなことあったな。そうだ、あの時は立場が逆だった。俺は羽崎の手をつかみ、本人よりも慌てて保健室に向かった。お姫様抱っこでもしてあげた方がいいんじゃない？少女漫画のようにさ。羽崎さん、ここ座って。ここ。まるで関係のない風邪薬をつかみ、羽崎の膝を覗き込もうとして額を押し返される。なんで風邪薬なんだよ。あれ、ちょっとやりやがったな、高坊。回った、また女の子のお股に顔を近づけて。いきなりセクシーイベント始まったよ。いや、この糸目いいな、羽崎さんの。あー、なるほどね。羽崎さん膝怪我しちゃって、この膝と膝の間に手を入れてるのとかもね、ええー、な。これこのままあと2時間ぐらい見ていられるな。ずっと見てられるわ。ああそうだね。思わず掴んでいた風邪薬の瓶をとりあえず机に戻す。まずは消毒液ペロペロしてあげよう。水で洗わないと。膝はペロペロしないと。全くもってその通りだ。落ち着け俺。蛇口が低い位置にある足洗い場は保健室のそばにあった。羽崎はそこまで歩いていくと、傍らにあった丸椅子に座り、おもむろに靴と靴下を。気にしてる？こっち、ほら脱げよ、脱いじゃよ。俺はその場で回れ右。背後から水道の音が聞こえてくる。染みた？少し。様子からして傷口を直接水で洗ったのだろう。蛇口から出たばかりの水は意外と水圧が高い。生活防水の時計なんかでも蛇口から直接水を当てると壊れることがあるくらいだ。羽先が洗い場から戻ってきた。すっかり困りきった顔している。傷口を洗うのが思いのほか痛かったので、次の消毒をためらっているといったところか。手伝おうか？でも大丈夫じゃないの？しぶりはするもののすぐさま否定はしてこない。よほど答えたのだろう。とにかく立ちっぱなしもなんだからさ。これ羽崎さんも生足さん見れる？羽崎は言われるままとりあえず腰を落ち着ける。消毒液を持ってくるよ。消毒液でぬりぬりプレイだこれは。羽崎は物言いたげな素振りを見せるが、一旦下ろしたお尻はとっさには上がらない。いきなり言っても無理なことは細切れにして飲み込みやすくすればいい。こういうのってさ、人にやってもらった方が楽だしね。消毒液まで確保されて観念したのか、羽崎にはもはや抵抗の兆しはない。俺は羽崎の前にひざまずく。いいね。消毒液でしみる羽崎さん、いいね。生足さんではないか。なんだよ生足さんって。いいなあ。ぐのののののの。ぐいーっと額を押し返される。ごめんなさい。覗き込みすぎました。すいません。気をつけます。女の子の膝元だ。もうちょっと気をつけよう。さて、さっき俺が羽崎のために持ってきた消毒液だけど、どちらのタイプだったかな。わかんないわ。でも。まあ1が正解なんだろうな。爽やかに透明なの、毒々しく赤いの。
でも前回もさ、意地悪をした方が正解だったんだよね。ちょっと分かんないな、そう考えると正解が。それにここは両方試して2の方がリアクションは良さそうだから 1,2 で試してみようか。よし、セーブしておくぞ。さあ、それではまずは1番、爽やかに透明なの。なんかあんま聞きそうじゃないけどね、これね。これかけよう。恥ずかしそうに突き出された足へスプレー式の消毒液を近づけていく。染みるかい？もっと染みるところ見せて。羽崎さんが染みるところ見せて。耐えている。まだ始めてもいないのに。痛いよね、すぐ済むから。そういうだけで羽崎さんは身構えるようにぐっと力んでしまう。逆効果だ。しかし普段が淡白なだけにこの反応は新鮮だ。こういうところ教室のみんなにも分かってもらえたらまた反応が違ってくると思うんだけど。あのさ、羽崎さんって、うん、あ、はいはい、すぐやります。消毒液のノズルを傷口に向ける。羽崎はきつく口をつぐみ耐える準備をする。血を見た時には平然としていたけど、痛みはやはり別なのかな。こう力まれたらどのタイミングでスプレーをしたらいいものか。羽崎さんって教室ではあんまり話しながら。なるほど。身をこわばらせる。足も跳ね上がる。見えちゃう見えちゃう、足が跳ね上がったら。かっけみたい。ふざけてないで。ごめんごめん、真面目にしないと後が怖いぞ。よし、できた。どう？ただ消毒しただけなのにどうも何もない、何もないものだが、羽崎は律儀に立ち上がって足を踏み鳴らしてみせる。大丈夫。これ正解だったのかな、こっちが。どうなんだろう。顔をしかめながら言われてもな。でも本人がそう言ってるんだし、これ以上はただのおせっかい。いやー、毒々しいやつかけてーなーいいリアクションしてくれるよな、絶対。さて、ここにいる理由はなくなったわけだが、いろいろと話したいことがあるよな。あのさ、あれ、羽崎はいない。えと思ったら保健室のドアのところで顔だけ覗かせている。早いな。ありがとう。草壁さんのように瞬間移動しちゃうのかと思った。瞬間移動とは違うか、あれは。あれ瞬間移動じゃないんだよね。でも世界から、まあいいか。そどくさと帰ってしまった。どうも意思の疎通がうまくいかなかった。あれ、うまくいかなかった。もう少し時間をかけて手当てすれば話をする機会もあった。あー、じゃあこっち失敗じゃない。やっぱ毒々しい方が正解なんじゃないのかな。これで終わっちゃうもんね。あー、引っ掛けなのかもしんない。じゃあちょっとロードして戻りましょう。さあ、再びここ毒々しく赤黒いの。これってさ、でもあれだよね、多分あの、なんだっけ、名前出てこない、ありますよね、そういう消毒液、昔ながらのやつ。それじゃないのかな。こっちや。たっぷり茶色く黄色くなる溶土チンキ。溶土チンキっていうの、うん、でも絶対こっちの方が効くから。なんかたっぷり冷たい目で見られている気がする。昔ながらの方がバッチリ効くんだってば。あ、やっぱそうだよね、昔ながらのやつ。安価色の容器の中に綿棒を突っ込む。あとは傷口に直接塗るわけだが。何？なんか変に緊張する、うん、ごめん、変な意味じゃなかったんだけど。綿棒に染み込ませた溶土チンキを傷口に塗っていく。傷に直接触れるからなるべく刺激しないように液を置いていく。やがて羽崎の膝には擦り傷を大きく覆う黄色い丸が出来上がった。大きい。あ、本当だ、ちゃんと塗ったんだね。うん、まあ余裕を見て。これで外に出るのは目立っちゃう。へえ、いいね、いいねって傷口フェチにはたまらないものがあるかもね。やべえやつだな、傷口フェチって。困ってるな。当たり前か、俺も乗っている途中でうすうす気づいてはいたけど。外に出るのはちょっと勇気いるよね。ガーゼでも当てとこうか。棚から真新しいガーゼを選び、
その丸々1枚を折りたたんでいく。端をきっちり合わせるのを時間稼ぎの側面もあった。あー、これで会話がたくさんできる。あのさ、この前のことなんだけど。何気なさを装いながら続ける。気を悪くしたよね、勝手なことばかり言ってごめん。河野くんって計算高いよね。え、そうかな。逃げられない時にそういう話をする。別パターンの世界線も見てきたからな。何気ない会話が状況も事実も俺の意図も言い当てていた。そんなつもりじゃなかったんだけど。意図してこうしたわけではないにしても、彼女の指摘は俺の口を塞ぐには十分だった。まあ意図したんだけどな。しかし計算高いと告げることで俺に何も言えなくしてしまう羽先も十分それに当てはまる。そんなことはもちろん言い返せないけど。ガーゼを畳みながら羽先の様子を盗み見する。彼女は丸く黄色くなった自分の膝を見つめていた。眉間が寄っている。傷口を見るのに目を凝らしているようだ。コンタクトは入れてないんだ。もともとそんなに悪くなかったから。答えは以前と同じ。そうは言っても今日の様子だと危なっかしいな。目に物を入れるのは怖い？そんなことはないけど。羽先の返事ははっきりとしない。未知なるものへの漠然とした不安といったところか。使ったことはまだないんだよね。それは分かりきったことの確認でしかなかったが、羽先は押し黙る。一度試してみたらいいのに。なんでそんなにコンタクトを押すんだよ。高いし。ああ、実はポプリ作りもそのもったいない精神が理由だったりして。でもコンタクトだったら親にお願いすれば買ってくれそうな気はするんだけどな。ああ、またおせっかいのことを考えているな。こんなこと彼女に知れたらメガネ越しでもわかるくらい嫌そうな顔を。あれ、もうしてる。どこまで折り重ねるの？あっと、ガーゼで立方体が出来上がっていた。ちょっと行き過ぎた。ちょっとどころじゃないと思うけど。この子の喋り方ほんと可愛いよね。声優さんすげえわ。いちいち何を喋っても可愛いもん。傷だけじゃなくて黄色くなった範囲も覆わなくちゃならないんだよね。一回分戻してっと。知ってる？コピー紙を何回折ったら月に43回。よく知ってんなおい。トリビア見てんな。あ、トリビア払ってた時期に発売されたこれ、もしかして。ようやく適度な大きさになったガーゼを擦り傷の上にかざす。皮膚が黄色くなった部分はカバーできているが、この大きさだとガーゼ自体が目立っているような気もする。痛みはどう？大丈夫。近い。彼女には愚問だった。言葉とは裏腹にガーゼを当てる前から力んでいる。羽崎さんって痛いの苦手？得意な人なんていない。いやー、痛い方が好きっていう人もね。いるいる。河野くんは？俺は今のところ痛くも痒くもない。そうじゃなくて血とか平気なの？どんな会話だよ。そんなことないよ。さっきから口の中が酸っぱくなってる。当てるよ。うん。テープどこだっけ？それ羽崎が視線で刺したものを手に取る。テープはテープでもそれはセロハンテープだった。使っていい？ねえ、使っていい？ダメ。薬箱探して。なんだこのイチャラブなやりとりは。さっき消毒液を見つけたあたりを探しながら、探りながら背中で話しかける。怪我とかよくするの？どうして？ただなんとなく。もそもそ。あった。それはオブラート。今度こそあった。膝出して。紙製の粘着テープを引き出してガーゼの前にかざす。これで治療は終わりだが、羽先は困ったような、戸惑うような反応をわずかながら示した。あ、これは消毒液と違って染みることもないから俺がやることなかったんだ。でも今更ここでやめたら女の子のプライドを傷つけるような気もした。横に2本中心の傷口に触れないようにしてガーゼを固定する。あー、貼ってあげたんだね。いいよねこの CG ね。はい、おしまい。その言葉がまるで合図だったみたいに、羽崎は逃げるようにして椅子を離れた。
逃げるように恥ずかしかったんかな、やっぱり。保健室のドアのところまで行き、そこで肩越しに俺を見返る。ありがとう。ああ、まあじゃあやっぱ選択肢はこっちが正解ですね。たくさん会話もできたし、ガーゼも貼ったしね。俺の言葉はぎこちなかったが、間違いなく俺の耳まで届いた。羽先は俺の返事も聞かずに保健室を出て行ってしまった。本当に逃げていくみたいだったな。もしかして苦手に思われたのだろうか。ちょっと慣れ慣れしすぎたかな。こっちはこっちで慣れ慣れしすぎた。悲観的になりかけて、ふと今までの状況に気がつく。放課後、保健室に二人きり。そりゃ逃げるか。俺も帰ろ。いやーでもこっちだよな、正解はな。いやなんか羽崎さんルートね、選択肢がたくさんあって面白いわ。こうやってあのどっちが正解かなって考えるのもね、ギャルゲーやってる楽しみの一つだから。でも今までの傾向で分かったのは、意外と逆、これは違うだろうっていう方を選んだ方が正解っていうパターンが続いてるんで、そういうことなんかな。あれ、ユマ、マナカ、おー商店街商店街だ。へえ、こんなところにいるんだ。学校街で会えるのは初めて。行きましょう。あれで今日もメガネ外してる。もうメガネキャラは卒業なのかな。だとしたらメガネキャラと言っていいのかどうか。さて商店街に来たぞ。と言っても特に用事はないんだけど、まあとりあえず本屋にでも行くか。そういや羽崎はポプリが好きだったな。それ関係の本を探してみよう。いやもう俺も羽崎大好きやんめっちゃ考えてんじゃん。結局羽崎なの、羽崎なの、羽崎なのかな。ポプリで探すと見つからないはずだ。アロマテラピーのコーナーにあったよ。何何。まずポプリにはイギリス式とフランス式があるらしい。羽崎にもらったこいつは乾燥させてあるからイギリス式か。調べてみると材料もいろいろ、製法もいろいろ、乾かして瓶に入れるだけじゃないようだ。羽崎のアトリエですねこれはねポプリって結構手間のかかるものなんだ なものなんだな。羽崎からもらったサシエはいつも身につけているもののようだったし、俺がもらって本当に良かったんだろうか。と、あれ羽崎だな、間違いない。噂をすればなんとやら。買い物の帰りかな。また大きな紙袋を両手に持って、おー、ここは声かけるしかないでしょう。いやここは遠慮しておくは違うと思う。声かけるよ。違うよね。いやそりゃそうでしょ、会わないと。声かける。羽崎はまだこちらに気づいていない。しかし外でクラスメイトに声をかけるというのは思ったより気恥ずかしいものだ。しかし羽崎は女子だし、クラスでも特によく話すというわけでもないし、などと戸惑っていると、うちにすぐ後ろまで追いついてしまった。それにしても随分と大荷物だな、羽崎さん。ああ、今日もメガネかけてないや。羽崎は感電したように身を縮こませる。河野くん、すごい荷物だね、手伝おうか。あれ走って、逃げられた。学校とは距離感が違うのか、声もかけずに近づきすぎたのかな。待てよ、このまま逃げられたら俺はこっそり背後に近づいて驚かせる痛いやつということにならないか。あれこれ声かけない方が良かったのかな。それはまずい、激しくまずい。羽崎さんちょっと。伸び上がりながら声をかける。しかし羽崎はこちらを振り返りもしない。こっちから追いかけるしかないようだ。もう立派なストーカー。おーい羽崎さん、余計逃げる速度が上がってないか。もう足の毛がすっかり良くなってんなこれな。ちょっと待って羽崎さん。聞こえてないのか、連呼するうちに急にこちらへ引き返してくる。そんなに呼ばれると困る。逃げるからあ、ごめん、確かにここは往来だった。迷惑そうな羽崎に頭を下げてから、俺は彼女が両手に掲げた紙袋を覗き込む。何買ったの、見られちゃまずいものか。羽崎は中身を隠すように身を引く。何？さらに詰め寄られて羽崎は紙袋を背後に回す。俺はそれとは逆側から覗き込んだ。ダメ。何なんだ。紙袋には近くの百貨店のロゴが印刷されていた。ああ、ポプリの材料ね。アラジオにエッセンシャルオイル、フランス式に挑戦しているんだ。そっ
こまで分かっちゃうっていう。羽先は期待半分警戒半分といった様子で俺の顔を見上げる。また作ろうかと思って。河野くん興味あるの？実はそこの本屋で少し読んだだけ。あっさりと種明かしをしてみせる。それはそうとこっちの袋はまた随分とはち切れそうだけど。違う、これはエッチな本だ。メロンブックスだ。羽崎、いやなんかオタク属性があってもいいかなって思うんだけどね。羽崎さん、羽崎が隠す前に中が見えてしまった。キャラメルポップコーン。普通にお菓子。確かにポプリの材料とは違っている。違う、これは罠。罠、罠なんだ。羽崎は神妙な顔でうなずく。買おうとしたのは一袋だけ。キャラメルポップコーンが好きなんだね。覚えておこう。よく見ると紙袋にはデパートの食品売り場のチラシが斜めに突き刺さっている。大安売りだったと。前に買った時にもらった10円引きのクーポンも。ほほう、それってバーゲンと一緒に使えるの？使えた。それはデパ地下始まって以来の大盤振る舞いじゃないだろうか。一人様3袋まで。それは全力で買うしか。買うしか。なんだこのやりとり。すっかり仲良くなってんな。羽崎はしきりとうなずいている。買うしか。いいな今のやりとりな。それにしてもこの量はどうなの？ちょっと見ただけでも5袋以上はありそうだ。レジを2周したのだろうか。だが羽崎はブンブンと首を振る。そうしたらまたクーポンが出てきて。じゃあ買うしか。同じやつ？こっくりとうなずいて続ける。お一人様3袋まで。なるほど、筋は通っている。買うしか。通っているけど何もそこまでとも思う。手伝おうか。先ほどと同じことを口にしてみる。だが羽崎の返事は簡潔だった。いやこのまま自宅までついていきたいんですけどね。そう言いながらも荷物がうまく持ち上がらない。立ち話のために一度下ろしてしまったから疲れがどっと出てしまったのだろう。羽崎の手首には荷物の紐の跡が痛々しく残っている。ちょっと休んだ方がいいんじゃない？羽崎は困ったように眉を寄せる。だがその理由は荷物のことではなかった。どうして声をかけてくるの？こう毎日毎日ね。問いかけておきながら羽崎は俺から顔を背ける。がっかりしたのに。がっかり？彼女はまるで決まりきったことのように俺の感情を代弁する。俺から離れた場所をまっすぐ見つめながら。確かに彼女の素顔に何の期待も持っていなかったといえば嘘になるだろう。ああ、素顔を見てがっかり？いや、がっかりはしてないよ別に。雰囲気は同じだなって言っただけで。メガネを取れば問題が何もかも解決するとか漫画みたいな展開ならチラリとは想像した。でもただそれだけだ。反射的に浮かんだというだけ。別にそんなことを当てにしていたわけじゃない。彼女のやりようはまるで波風立てないために先回りして自分を傷つけているみたいだ。そのくせ平気なふりをする。何が彼女にそこまでさせるのだろうか。そんな彼女の態度にどうしようもなく反感を覚えてしまい、俺はことさら声をほがらかほがらかほごらかほがらかほがらかかほごらかか分かんなくなっちゃった一瞬。がっかりしたね。ピクンと羽先の肩が反応する。俺にそんな下心があると思われてるなんてさ。そんなこと。俺はすぐさま同様の切れ端を捉える。思ってない？うん。黙りやがった。本当に思ってない？歯切れの悪い羽先にずいと顔を寄せる。それを避けるようにしながら。思ってない。困りきった挙句にようやくうなずく。そう、それじゃあ。お？なぜ？そんなわけで俺たちは喫茶店でテーブルを挟んでいた。おお、喫茶店まで来ちゃったよ。誘っちゃったよ。オープンカフェというところで、オープンカフェということで通りがすぐ目の前。一応連れ込まれたという印象を薄めようと気を使ったのだが、それに意味があったかどうか。何を企んでるの？
別に無駄話でもと思って、ああ無駄と言っても全く無駄な話をよりすぐりより好みしているというわけじゃないけど。そのくらい分かってる。それなら何が疑問なのだろう。たまにはいいと思って。なぜたまにと決めつけるの。そうなの、そうなのってなの、うん、うん。沈黙を見計らったようにウェイトレスがやってくる。お決まりのやり取りが終わるとテーブルには水の上抜いた水のグラスのメニューが、水のグラスごめんごめんね、そろそろ読めない今日も。水のグラスとメニューが残された。ちょっと飲み物飲まして俺も。はい。羽崎は無言を継続したまま置いて開いて置かれたメニューを見下ろしている。やがて諦めたように手を伸ばす。凝視しているな。目が悪いんだよね。そこまでじゃないから。ユマと同じぐらい。いやユマはでも相当悪そうだよな。そこまでのような気もするけど、やっぱりメガネはやめた方がいいなんて余計なことだったかな。いつもこんな風に女の子を誘うの。まあね。今までの子大体みんなここ来たね。身に覚えのない疑いをかけられ慌てて否定する。そういうわけじゃないけど迷惑だったかな。そんなつもりじゃ。羽崎がそう言いかけた時、先ほどのウェイトレスが注文を聞きに戻ってくる。俺たちは話を中断してそれぞれ軽い飲み物を頼んだ。俺はもとより羽崎も買い物をしすぎて しすぎてか、え、か、え、え、しすぎて貝に自信がないのか、こう読み方に自信がない。注文はとりあえずそれだけだった。メニューが回収されていくのを羽崎はまだ未練があるように目で酔う。ウェイトレスが立ち去っても俺と羽崎の間にはなんとなく中ブラリンな空気が残ったままだった。注文は飲み物だけなのでウェイトレスはものの数分もせずに戻ってくる。店としては模範的だが、それが余計に話の切り出しを邪魔して中途半端な雰囲気を延長してしまう。やっぱり俺って羽崎から浮ついた男だと思われているのかな。結局その話は中断されたままだが、蒸し返すほどの内容でもない。というか足大丈夫なの、もう治ったの。羽崎はまだカップには口をつけず両手を包んでいる。おしぼりはセルフなんだ、ちょっと待ってて。なぜか反射的に止めようとする羽崎の手、それもすぐに引っ込む。俺は店の奥にあるカウンターまで行き、密封された紙の手拭きを3つ4つ掴んでテーブルに戻る。どうぞ。それは羽崎は得体の知れない何かのように凝視してなかなか手を出さない。でも意外だったな。羽崎を見て見つめていたおしぼりから顔を上げる。羽崎は見つめていたおしぼりから顔を上げる。羽崎さんがそんなにキャラメルポップコーンが好きだなんて。だからこれは。分かってる分かってるよ。手のひらを下に向けて彼女の尻上がりな口調をなだめる。でもそれにしたってクーポンが出たからって持ちきれないくらい買うなんて。思わず喉の奥が鳴る。クラスのみんなは知らないだろうな、羽崎さんにこういうところがあること。言わなくていい。なんだか愉快な気持ちになっている俺とは逆に羽崎の声からは感情が消えていく。え、なんで。なんでも今より好かれるよきっと。言ったら許さない。言いてえな。物騒な言葉が出てきた。例えばどんな風に。だが羽崎は無言だった。なんだ思いつきで言ったのか。俺はカップに手を伸ばし、メニューの中で一番安いブレンドに口をつける。その動きに合わせてカップの底が持ち上げられる。ブフッ。こういうの。ああ飲んだとこグーってやられたのか。してやったりという顔もせず静かに告げる。この子結構やり返してくんな。もうしてるって。自分が持ってきたおしぼりで汁まみれの口とテーブルを脱ぐ。おしぼりまた持ってこようか。結構足りてる。何にせよこれ以上ポップコーンのことでからかったり、カップの残りをまたテーブルに飲ませる羽目になりそうだ。いやキャラメルポップコーン。俺は他の話を振った。いつもこんなに買ってるの。羽崎の沈黙に思わず自分のカップを手で押さえてしまう。キャラメルポップコーンのことじゃなくてポップリのこと。本当に買い置き。
ポプリの話さえ振ってればいいと思ってるでしょう。読まれてんね。共通の話題だしね。ノノ君はポプリなんて持ってるよ。不思議そうにしている羽先に自分からもらったサッシエをヒヤヒヤとさせてみる。なんか文句めいたことを言いかけたようだが、結局は羽先は口をつくんだ。香水とか高そうだけど、お金とか大丈夫なの？香水とは違うから。うん、そのあたりはだいたい同期系列かと思ってたんだけど、どうやら違うようだ。市販のドライフラワーとか安いし。ドライフラワー。俺の反問に羽先はうなずいてみせる。ポプリの材料は春を過ぎてからの花が多いから。そうか、春はそもそも花に恵まれているから、花を保存しようという発想は確かに春が過ぎてからのものだろう。さすがに自分で作るだけあって詳しい。それに学校で習うのとはまた違う知識というのは聞いていて楽しい。羽崎さんってさ、こういう話を学校ではしないの？反応はない。相変わらずカップで両手を温めている。俺の言っていることが理解できていないのだろうか。教室でもあんまり喋っている感じがしないから、そこが謎なんだ。今まで話してみた限りでは別に一人でいるのが好きというわけでもなさそうだし、彼女の方から他のクラスメイトを拒絶しているようでもない。今まで同じ中学の出身でもいい、趣味が同じとか席が近いだけでもいい、何らかのつながりで自然と話をする相手というのができなかったのか、それとも彼女の孤独には特別な理由があるのか。例えば女子の間で揉め事でもあるとか。でもうちのクラスの女子別そんなね、岡田とかいるわけじゃないし、岡田、松本、吉井がいるわけじゃないし、そんな悪い子いなさそうだけど。俺の疑問をよそに現実では沈黙が続いていた。彼女からの返事もなく、俺は気まずくなってカップを口に近づける。よく考えてみたら揉め事というのは違うよな。彼女の場合、避けられているというよりも周りの記憶に残っていないわけだし。うぷ、またカップの底を持ち上げられた。まるで合気道の要領だ。女の子に失礼なことを言う人は罰を受けるべき。涼しい会話をしているが、内心ではムッとしているようだ。でも学校では一人でいることが多いし、多いというよりか一人じゃない時を見かけたことがない。まあ確かにそうだな。そうでもない。まだすぐにわかる嘘を。俺はめげずに続ける。羽先の一個字が俺にも映っている。喋ってないのは事実だよね。そんなことない。じゃあ例えば誰と？羽先は俺から目をそらす。そのままごまかすのかと思ったら、わずかに口が動いた。小牧さん。さすがやで、真中。彼女が羽先の名前を忘れていたことは言わないでおこう。そうだよ、そうだよ、忘れてたんだよ。仕事とかでもたまに一緒になるし。仕事？図書委員もしかして。いや、どうなんだろう。そうなんだ。手持ち無沙汰でカップに手をやる。またそこを上げられるのかと警戒しながら口をつけるが、今回はそんな素振りも見られない。ただ俺の挙動をじっと見つめている。なんとなくやりづらい。河野君は人助けが趣味なの？別にそういうわけでは。そうなんだ。本当は短く終わった。なんかどうも納得していないようだ。表情の変化に貧しいので分かりづらいが、その証拠に困ってる人が。彼女はすぐそこの通りを指さす。さらにその指を駅前の方へ向ける。ほら、あそこにも困ってる人が。だから違うって。やっぱり納得していなかった。淡々としているから皮肉だと分かりづらい。違うの？そりゃね、誰も彼も助けてたらこっちの身が持たないよ。羽先は不思議そうに俺を見つめている。仕方なく俺は説明を追加した。羽先さんはクラスメイトだから。そう。どういうリアクションだこれは。何かため息をつくような気配が彼女の短い反応から読み取れた。何？別に。河野君は誰にでも優しくする人かと思ってた。そんなことしないよ。そうね、それは多分不誠実なことだから。
そうかな。羽崎からは特に反論もない。彼女にとってその指摘はただ思いつきを口にしただけなのだろうか。でもこんな風に突如撤退されると余計なお世話とは知りつつ、彼女の真意が気になってしまう。理由とかあるんだよね。俺の方へわずかに首を巡らせるだけでもはや反応は薄い。もしかしてクラブで忙しいとか。そういうことならそれでいい。いいんだけども。でも彼女の答えはそれをそっけなく否定する。入ってない。入ってないのか。まああれだけ手伝いとかやらされてたらね。同じ中学の子とかはクラスにいなかったの。沈黙。密かにため息。これまで何度か聞いたことがある。なんかそれはこれまでのものとどこか違っていた。転校生だから。ああ転校、そうなんだ。あれ転校生っていつから。いたよな確か一学期の最初から。高校でこっち、あ、いや、え、転校。存在に気づいていなかったからあまり自信ないけど。いつだと思う。ここでクイズはやめて。その思いが伝わったのか、羽崎は俺からの回答を待たずに言葉を続ける。入学式から少しして。へえ、なんでそんな変な時期に転校してきてんの。イメージが湧かない。だがなおも続く彼女の説明で状況は一変する。クラブの入部期間が終わった頃は、思わず変な息が漏れてしまう。つながった。どうしても解けないパズルへ最後のワンピースが投じられたように。羽崎はまだクラスの顔ぶれが記憶の中で安定しない時期に転入してきて、そのままステルス化した。地元出身ではないため中学からの顔見知りもいない。クラブにも入り損ねてそちらの方面での知り合いもいない。もともと目立つ方でもないから、そのまま教室のエアポケットにすっぽりとはまり込んでしまった。なぜすぐにどこかのクラブへ入らなかったのかというのは愚問だろう。一年がいっぺんに入部する中で、それがたとえわずかな日数であっても遅れて加わるというのは気が引けるものだ。羽崎の性格を考えると、そこはなんとなくぼんやりしていたら余計に入りづらくなったというところだろう。そうして入学のどさくさに紛れて転入してきた羽崎のことは、おそらく党の女子さえも目には見えていながら自分とは違うグループに属している子だと思っていたのだろう。まさしく座敷わらし。気にしないで。羽崎本人はその状況に少しでも悲嘆しているように見えるが、わけあって独り身でいるだけ。いや、言い方よ。また妙な言い回し。俺が口を開きかけるのを羽崎はその人差し指を伸ばして制する。ちゃんと考えてあるから。そう静かに告げる。その内容については教えてくれなかった。帰る。おお、急だな。すっかりぬるくなったはずのカップの中身を一気に飲み干すと、羽崎は急に立ち上がった。ごめん、気を悪くした。羽崎はただ首を振る。人混みは苦手。確かにここはオープンカフェで人通りが近い。相手の言うこととかよく聞こえないし、自分の言うこともちゃんと伝わってるかわからないから。開放的な場所の方が彼女も緊張せず済むと思ったのだが、それがあだになってしまったようだ。そうだったんだ。お店変えようか。羽崎は堅くなに首を振る。まあこの流れだと次の店というのは無理筋だよな。それじゃあ今度はもっと静かなところにするよ。羽崎は無言で会計に向かう。怒らせちゃったかな。早速次の話とか軽薄に思われたかも。先に会計に立たれてしまったが、俺らは慌てることなく羽崎の後を追った。案の定羽崎はレジを前にして遠まくしている。お勘定をお願いします。羽崎の頭越しにテーブルに置かれていた名声を店員に差し出す。私も払うから。そんなの気にしなくていいのに。名声がなくてもレジに金額が出てしまう。ただ羽崎は口の中で小さくうめいた。どうしたの。うん、どうやらきっちりの金額が財布の中にないらしい。今日のところは俺が払っておくよ。だめ。こういうの嫌なんだろうな。羽崎の反論に耳を貸さず、さっさと会計を済ませて店の外に出る。待って、ちょっと。急ぎ足で俺の前に回り込み、慌てた手つきで財布を開く。今にも中身をばらまきそうだったが、
なんとかいくつかの効果を手のひらに乗せて俺の方へ突き出してくる。うん、まあここまでされたら受け取らないわけにもいかない。俺は羽根杉の手からカフェの代金を受け取った。これもまだ残っている効果ごと手のひらをさらに突き出す。でもそれをもらうと俺の方が得になっちゃうし。しかし羽根杉は手を引っ込めない。やけに非正面というより借りを作るまいとしているのだろう。まるで貸し借りの重みから逃れようとするように。それはそれでなんだか寂しい気もする。わかった、今回は俺が借りとくよ。あっさりと残りの効果をつまみ上げる。次は俺からお返しさせて、うん、次ってのが嫌なのかな。どうなんだろうな、しつこかったかな。少しね返事があっただけマシかな。今日一日で彼女との距離がだいぶん縮められたような気がする。気がするだけという可能性も十分にあるが、いやーでもだいぶん仲良くなれてると思いますよ。これはあれかね、羽根崎さんはもうメガネしてくんないのかな。メガネキャラって最初だけだったりすんのかな、どうなんだろうね。でもそれはそれでやっぱ面白いなって思う。あのユマと真逆のパターンっていうね、ユマは最終的にメガネキャラになるっていう、それとは逆に最初だけメガネキャラっていう。いやーなるほどな。羽根崎さんなのか羽根崎さんなのか未だにちょっとよくわからないところはありますが、曖昧な言い方でいこう。羽根崎さんはい、今回ここまででございます。いやー保健室イベント良かったな今回な以上です。ご視聴ありがとうございました。